私たちは脳の時代に生きている。1930年代や40年代が物理学の黄金時代であり、その後の20年間が分子生物学に属していたとすれば、70年代と80年代は神経科学の所有物であると言っても間違いではない。脳の秘密は現在かつてなかったような攻撃下にあり、科学領域の事実上すべての地点からの一斉射撃がなされている。ほんの少し名前を挙げてみるだけでも、神経生物学者、計算機科学者、生化学者、数学者、心理学者、精神医学者、電気工学者、薬学者、生態学者が、それぞれ脳がどのようにして物事を行っているかを理解する謎解きに重要な部分で貢献している。そしてこの多面的努力により、これらの研究の広がりと衝撃の正式の承認として、認知科学という全く新たな知的分野が出現している。本書はこのように爆発的に成長しつつある脳研究の森の中での木々のうちのあるもの、特に神経生理学、人工知能、現代システム理論、相互の接点に横たわっているものの説明を行っている。私たちの目標は物質的な脳、機械的脳、数学的脳、相互の関連を探り出すことである。各時代は、その時の機械を脳の働きに対する比喩として使っているとよく言われる。ニュートンのゼンマイ仕掛けの宇宙は、脳を、思考のリズムを規則的に叩き出す十分、油の効いたギア、車輪、バネの集まりであるとみなした。その後、蒸気機関が19世紀半ばに現れると、解析エンジンやラブレイス夫人の心のパターンを織る食器の着想が現れた。過去2、30年の間に好まれた比喩は、デジタル計算機であり、脳科学の文献は、入出力コード、プログラム、並列処理、情報記憶などといった言葉で満たされている。つまり、機械としての脳は、情報処理装置と考えられていて、計算機科学者が思考機械としてのコンピューターの議論で重点を置くのはこのレベルであり、人工知能の分野で花を咲かせる結果となっている。計算機としての脳という比喩の発展と手を取り合うようにして、過去4分の1世紀に大きなシステムの在り方の理解についての量子的跳躍も私たちの目撃するところとなった。工学に関して、数学的システム理論における、ベルマン、カルマンなどの仕事により、何が人間の脳を含む任意の自然現象の良いモデルを構成するかということについての、実際の理論の概略が与えられるようになっただけでなく、あるシステムの状態とは何かということについて、ずっと深い理解が得られるようになった。同時に数値実験に刺激されて、ローレンツ、フィーゲンバウム、ルエレといった物理学者と数学者は、カオス的運動の理論を発展させてきた。その中心要素である奇妙な吸い込み口は
脳機能と関連した数多くの家庭に対する数学モデルとして役立つ見込みがある。そしてこれらが脳モデル作りのサービスに供されてきた唯一の現代数学的な花火製造術というわけではない。特異点の理論やその付随する形としてのトームのカタストロフィーの理論は、共同作用や散逸系に関するハーケンとプルゴーギンの密接に関連した考え方と同様に、ジーマンやその他の人々によって、連星非線形振動子の集まりとして脳の振る舞い行動を特徴づけるのに用いられてきた。そういうことで、現代の計算と数学とは、実際、どんな科学の発展にも欠かせない一つのステップとして、脳研究で実験的に見出された事実を整然とした理論的枠組みの中に統合していくのに必要な構造とツールを提供している。しかし、システム科学や数学も、理論を築き上げる上での元になる原材料としての現実世界や実験室での諸々の観察なしには脳の理解に向けて貢献するのに無力である。ところでそういった原材料にはこと欠かないのであるが、アパート、スニーダーらの脳内麻薬受容体に関する仕事は、行動パターンを決定するにあたっての脳科学の役割についてのおびただしい結果や考えをもたらした。もう一つの方向として、スペリーやガザニーガの分離脳実験は、脳が実際にどのようにして感覚情報を処理しているかについてのたくさんの新しい洞察を提供してきた。また、マウントキャッスルとフッセンタ合体は、パイオニア的研究により、それ自身が処理要素であるニューロンが脳の中で柱状層に物理的に構成されていることを示した。加えて、ホッキンやラクスレイのニューロン信号の電気的伝達の機構に関するノーベル賞受賞の仕事や、視覚情報処理に関するヒューベルとリーゼルの反り上げることもできる。で、こういった仕事のすべて、そしてさらに多くのものが、過去30年間に現れ、大光ブラーエが、惑星運動についてのケプラーの法則の発展の下がために供したのと同じ類の手堅いデータを脳の理論家に提供してきた。今では脳科学は太古たちの供給を十分に受けているが、まだ脳科学にとってのケプラー待ちのように思われる。あるいは多分大勢のケプラーがいるのだが、この本に出てくる研究により示唆されるように、それぞれが脳機能や行動のいろいろな面を支配する自家用の一組の法則を持っているということかもしれない。この本での私たちの中心課題は、人間認知に関する現実の脳とデジタル計算機に具体化された機械的脳との間の相互作用、交錯であるので、脳イコール機械という論点や、これと関連する脳イコール心という主張に対する賛否の議論の2、3を見ておくのも悪くないと思われる。で、機械としての脳という比喩の概念的基礎は、1930年代初頭にチューリングの仕事によって打ち立てられた。彼は全ての実行的に計算可能な過程が、今日の計算機の原始的な雛形であるチューリング機械を使って実行可能であることを示した。
脳の立場からはこの仕事はよく知られたチューリングチャーチの提唱に集約される。この提唱は大雑把に言うと、あるアルゴリズムによって計算できるいかなるものもチューリング機械を使って計算できるという表明である。ここから少し踏み出ると、脳の諸過程は自然があるアルゴリズムを実行するやり方というだけのことで、だからチューリング機械としての脳、だから計算機としての脳という考えになる。で、そこまでは良い。少なくとも証明できないチューリングチャーチの提唱の慣用法を受け入れるだけではなく、認知過程をアルゴリズムと統治するのを正当化できるというところまでは、とても面白いことに、計算機としての脳比喩は、それが作り出される途中の1931年に、ゴーデルが任意の公理系の本来的不完全性についての驚くべき結果を発表した時ですら、すでに深刻な打撃を受けた。これはどんな計算可能なアルゴリズム的手続きも、そのシステム内で表現可能な真の命題の全部には、いつまで経っても到達できないことを示したものである。脳イコール計算機、比喩に対するこれらの結果の意味合いは未だに議論されており、唯一の明確な一致した見解は、この問題が初期の推進者がもともと思い描いていたよりは、ずっと微妙で哲学的にも扱いにくいということである。で、難解な哲学的論争の埃だらけの回廊から遠く離れたところで、第二次大戦中のフィードバックとサイバネティクス、制御系の概念の工学研究機関への到来は、問題の計算機比喩に新たな武器を付け加えることとなった。このサイバナティック革命の副産物の一つは、脳の物質的構造と構成の工学的対応物としての形式ニューロンや、形式的神経回路網の開発に関するマクグローとピッツの仕事である。新たなスパイスがこのような神経回路網とチューリング機械との機能的透過性が確立されたときに、計算機としての脳という献立に付け加わった。で、こうして脳が形式ニューロンの回路網と構造的に似ているというだけでなく、機能的にも似ていると考えてよいということになった。で、その後の発展は、この基本的図式のとてつもなく多様な拡張、一般化、精密化をめぐってなされてきた。すなわち連想記憶、並列分散データ処理アーキテクチャ、ホログラムメモリー、そしてその他すべての計算機技術のハードウェアの進歩が、それぞれ計算機ハードウェアの舞台に姿を現すと、すぐに計算機としての脳の見方にも姿を現してきた。そして言うまでもないことであるが、ソフトウェア設計でもネットワーク接続の制御手順、自分割オペレーティングシステム、仮想記憶の割り付けなどに関係した補完的な進歩があった。したがって、ゴーデルにも関わらず、計算機比喩は少なくとも認知情報処理のなぜ、どうして、どのようにといったことについての思考を集中させるための基盤として、以前にも増して息づいているように思われる。で、本書の目的は、脳計算機方程式の破れ方を吟味するのはもちろんとして、計算機比喩を支援するのに打ち出された数々の議論を厳しく見直すことである。明らかにこれは、もしその最も完全な意味で取り上げるとすれば、本書の大きさ数冊分を占めることになる企てである。で、そこで、調べる範囲をほんの2、3の領域に狭め、それらの領域をできるだけ完全なやり方でカバーするように試みる必要があった。で、その結果、いささか勝手ながら次の4つのテーマに私たちの注意を絞ることにした。1、システム理論。2、人工知能。3、
神経生理学、4、神経回路網がそれである。で、こういった焦点は脳計算機の統合に関する領域を大きくするには、ほど遠いとしても、それらは認知科学事業全体の資産と負債への鋭い洞察を与えてくれるばかりでなく、この問題に向けての今日の理論的推進力となっているものの多くの心臓部に位置しているように思われる。ところで、計算機としての脳の世界観を構成している全体的なモザイクに、各所がどのような貢献をしているかを手短に眺め渡してみることにしよう。上記のように、計算機比喩の心臓部は、認知過程がアルゴリズムとして定式化できるという考えである。で、始まりの章でロバート・ローゼンは、この論点が思考過程を文脈との関係だけで見るのと同じであることを指摘する。で、ついで彼は、この革新的テーゼの意味合いを探ってゆき、そういう文脈だけを元にした考え方が、人間認知の全容を理解するための基礎としては、薄弱であると結論する。で、これらの問題と密接に関係するのが、計算機としてであれ、他のどんな関係としてであれ、脳が自分自身を理解することが原理的に可能かという古来の難問である。で、これはある系の内部的、対外部的観測の疑問に通じる。言い換えると、観察者がそのシステム自体の内部に置かれると、外部の観察者にとって得られるのとは、違ったシステム構造についての解釈に到達するのだろうか。オットー・ロースラーは、この点を古典物理学の範囲内で調べ、内部から見たシステムの状態はしばしば外部観察者が見た客観的に存在する状態とは非常に異なることを見出している。で、この結果は脳機能や思考過程を理解するといったときに、そのことが何を意味しているのかという疑問と明らかに関わっている。で、現代システム理論的思考を認知科学用語に翻訳するときの演習として、ジョン・カスティは心理学の行動学派と認知学派との間の見かけ上の二分論を調べ上げ、多分驚くべきこととして、形式的レベルでは、両学派が実質的には同等であるとシステム理論は主張することになろうと結論をしている。しかし操作的レベルにおいては差異の世界があり、カスティは続いて現代システム理論のからくりを用い、記憶、思考、情緒などのような認知現象を数学的にいかに説明するかの詳細な図式を与えている。で、数学と哲学から実際の計算に移ってペーター・ドッセンは、いわゆるルールパラダイムの説明を行っている。これはパターン照合や有効探索、アルゴリズムとともに、応用人工知能の社会で現に使われている事実上すべての方法の基礎となっている。ドッセンは、目下の AI の観光を実際に行われているやり方では、たかだか認知過程を模擬することはできても、実際にモデル化することはできないという挑発的主張を行って話を終えている。で、この主張に対する補完的な対法として、ジョン・ハーラムは、ほとんど誰の判断基準でもある程度は認知が関与している実際的な問題を扱うのに、計算機が実際に使われているやり方の実例として、計算機資格における現在の研究の詳しい説明を与えている。で、このサーベイの一環として、ハーラムは、機械資格の概念と計算機資格の考えと、注意深く区別すべきだという重要な指摘を行っている。すなわち、前者は、基本的には人間資格を機械で模擬するという目標を持つのに対し、後者は人間の資格系を機械の言葉で、実際にモデル化することに向けられている。ニューラルネットワークと種々の方のオートマトンとの形式的透過性は常に計算機比喩の礎石の一つとなっている。エゲショーグル、スミス、モーディによる章では一定のクラスのニューラルネットワークが
正確にどんな型の関数を計算できるのか、そしてそのような関数に関係した計算の複雑さのレベルはどうなっているのかという重要課題を扱っている。で、この研究の動機は、ある与えられたニューラルネットが神経生理学的現象を説明するための適切なモデルとして役立ちうる度合いを調べることである。ギュンター・パルムによる姉妹編の章では、現実の脳における記憶機能が連想的なやり方で構成されているように見えるという観察事実を取り上げている。で、それゆえ、形式ニューロンのネットワークが現実の脳の働き方にどこか似たところがあるのだとすれば、これら連想的性質を数学的形式の中に組み入れることが必要であろう。パルムの機構では、これを取り扱う方法がいろいろあることを示し、それぞれの長所短所を動作規則と例で示している。で、前の方の章の数学的脳並びに機械脳と各人が頭の内部で持ち回っている現実の脳とのギャップを埋める試みとして、ペーター・アーレムは、生物知能を AI 技術により研究することが原理的に可能なのかどうかという問題を取り上げている。で、彼の研究の重要な部分は、AI が実際の神経生理学の研究に影響を与えた度合いを調べることで、それはもし機械比喩に何らかの本当の価値があるとすれば、脳を機械と見る見方から出てくる仮説のテストを目的とした一連の実験研究を期待しても良いからである。アーヘムは、実験神経生理学への AI のインパクトは、実際には非常に少なかったが、それは必ずしも比喩が悪いためではなく、それよりは一般的に言って仮説を実験室で検証できるレベルが極めて貧弱でしかないためであると結論をしている。で、最後に本書は、分子計算機の設計と合成に関してのミハエル・コンラッドによる極めて思考触発的な章で終わりとなる。コンラッドは脳を強力なパターン処理能力を持った高速駆動のニューロンで構成されていると見ることが可能で、脳の物質的構成がその計算効力や学習可塑性のためにはもちろん、脳の進化する能力のためにも決定的に重要であることを示している。で、コンラッドの結論は、分子計算機を理解し、さらには作り上げる努力を行うことにより、生物の情報処理とデジタル計算機のような古典的機械との間の根本的違いがわかるようになるということである。で、ひっくるめてここで提示する諸章では、前に出てきた脳イコール機械という方程式がいつか心地よく感じられるようになる以前に埋めておくべきギャップの位置や性質を示しているだけでなく、脳の認知機能に対する機械比喩の現状についてもしっかりした説明を行っている。で、全体を考慮すると、前出の方程式はせいぜい第一近似である。しかしそれは、脳が計算機でないとしたら本当は何なのか。そして、認知現象の重要な書面を照らし出すのに、この計算機像をどのように利用できるのかということについて私たちに深く考えさせる元になった近似であるというのが、ここでの一致した見解である。で、この意味で、計算機比喩は原子構造に対する太陽系の比喩を思い出させる。で、詳しくは全体的に間違いだが、系の働きについての豊かな洞察を与えてくれるにしては、十分正しい。で、そして、より深いレベルの理解へと移っていくのに、必要な洞察は、古い比喩が、それとは適合しないデータの力で圧倒された時に持ち込まれる必然的パラダイムシフトによって与えられることになる。で、本書の材料は、確かに脳研究においては現時点で私たちが
このパラダイムシフトを起こす点から程遠いところにいることを示しているし、また次の何千年間もの機械というものについての新たなビジョンによって置き換えざるを得なくなるまでは、今の機械比喩から獲得できるまだまだたくさんの道のりがあると考えるのが合理的であることも示している。